でこうやって持って、例えばこういうの持って、こうやって、これで普通はこうついてくるとかなんかなんだけど、でこの線はこの線、この紐ね、紐は来てこういうふうに、ほら、こうなんていうのかな、あんまりこう、これやったことないからね、これね、あのちょっと不備もあるけど、まあ我慢して。こうついてくるじゃん、こう、そう、で、こう、ほら、なんていうのかな、ここの、この、これ筋肉じゃないから、筋肉、ただの棒だからね、筋肉ないじゃない、ないんだけど、来たことによって、ほら、同じスピードで、だいたい、そう、そして、こう回ってきたときに、彼女のこういうふうにやっちゃえば、なんていうのかな、ここのだこ筋肉じゃないってこと言いたいの、こういうふうに、ほら、ここをつながってるだけなの、紐でつながってるだけで、こういうふうに、こことこことつながってるのと同じだから、これ何でもできるっていうのは、そういう感じでやった方がいいかなと思って、で、まあ転換からやりましょう。じゃあそういうの意識してね、みんなこれあるわけじゃないから、そういうの意識して、なんだろうな、これ気持ちの線だと思った方がいいよね。気持ちの線でつながって、ギュン。気持ちの線でつながって、彼女は向こう行っちゃって、気持ちの線はつながってる。そして、この線でつながって、相手の方にやっつけるって言ったらおかしいけど、まあ、入っていくっていうな。そういう感じでちょっと転換から、これ買ってきたんですけどね、使いこなせないんですよね。で、あの奥谷さん今日線の技とか語だとかってやってたんですけどね、でちょっとこれでねやりたいと思うんですよね。で、彼はこれでボカってここを打ってくるのね、こうやって振りかぶってボカって打ってくるので、僕は この線、普通はこう来てこうやって受けてくるんじゃなくて、線だとこういうふうに、ほら、なんていうのかな、上がってきたと一緒に、これつながっててさ、つながって上がってきたと一緒にこう、これが線の技だと思うの。これ打ってきたときに、よいしょってやったら、これ、中間なんだけどね、上がってきたときにもう、こう出てる、が線で、で、ピューンって打ってきたときにこうやって打たしちゃって、それからこうやって出してきた、これ五の技じゃないかなと思うのね。で、こういうのをまあ意識してちょっとね、あのだこやって、こうやってこの手止めたらこっちの手あるんだね、これ足とか手とかあるからね。だから線の技は上がってきたときにこう入ってるって感じで、この線はこういうふうに入って場所もらったって、そういう意識でねやった方がいいかなと思って、もうちょっとこれ使い方考えますけど、あのちょっと一挙でね、あの線の技と語の技考え方、こういうのでね、あのちょっとまあ言ったのね、こうやって一緒にこうなっちゃったのは五分五分の状態で、線の状態だったら上がってきた時にもう終わってんの、こういう状態、この状態が線の状態、上がった時終わってんので、あとは何にもしてないって感じで、打たせちゃってそれからこうやって落としたのがこの状態だと思うんですよね。でこの稽古のために入り身投げとかいろいろあって、これ線の状態、上がった時にもう終わってっから、もうこれはね、終わってんだよね。何にしちゃっても、彼は視覚に取られちゃったんだから。だからこう上がってきた時に、で終わってんの。これ、ほら、終わってんの。終わってんの。そういう感じ。それから、こう打ってきた時に、こう、この状態。これ上がって、打たってる。この状態。で、こうやって、ボカってやったのがこの状態。だから入り身投げとかすごく分かりやすいから、上がってきた状態で
これ終わった状態、これ線の状態だと思うんですけどね。でちょっと2つやってね、この状態、この状態と、それから上がった状態で入ってきてる、もう終わってる状態、終わってる状態だけど終わらせないで、こうやってついでこうやってやって、こうやってやるって。でちょっと入り身投げでやってみましょうか。あの意識しないとできないからね、線とか5とかって。絶対我々もそうだけど意識して やらないとできないんですよ。あ、今線の稽古してるとか5の稽古してるとかって意識してないとできないから。だから線だったら、今稽古してるのは線だっていうふうに思い込んで、上がる前に、上がる前に終わってるって、上がった時に終わってるかな、上がる前に終わってるってか、例えば上がる前に終わってるの、終わってんの、あ、そういうのは線の状態で、たまたま肘投げの稽古があるからね、そういう話ですから。じゃあ少し線とか5って難しいんですよね、線の技とか5の技とか。で僕がどういうふうにやってるかっていうと、彼の手を見てこうやってやってたら絶対5とか線とかできないの。あの手は見て、まあ見てんだろうけど、あのてかそうね、意識なの、意識の問題だから、上がって振りかぶって、あ、来た時に終わってるって、そういうふうにやって意識だけはやってんので、手は遅れちゃうかもしれないけど、何しろ上がってきた時にもう終わってるって、そういうふうに終わってるっていうふうに思ってんの、思い込んでるのね。それでちょっと稽古した方がいいかな。こうやって入ってくるね、これね、こう来たら線の技でしょ多分ね。まあ、何しろ上がってくるよって時にもう終わってんので、あとは何やってもいいの、こうやって、あとは何やっても入り身投げでも何でもいいので、打たせて5のと線を5の 5を取るっていう時はどういう意識でやってるかっていうと、打たせてんの、あ、どうぞ打ってください、あ、打ってちょうだい、でもいないのね。そしてこうやってやってんので、線の時はもう先に入ってんの、先にで、5の時は打たせちゃって、どうぞここに標的ありますよ、あ、ごめん、ね、ぶつかっちゃったんだけどね、こういうふうに、そして打たせちゃったの、打たせちゃって僕は側面もらっていい位置もらってっから、あとは何でもできるの、こう出て、こうがこう出していこうが、打たせてんの。だから線の時はこう、五の時は打たせてどうぞ、それからこう、あの余裕あるんですよね、余裕あるってのは、線で取る時も焦ってこうガーンとかこうやってやってなくて、線で、あの J 先生いるから、ちょうど釣り竿をこうやって上がってきて、釣り竿をここをフックね、糸、さっきのあれと同じ、あのコンボと同じ、こうやって、あー、ちょうどよかった、入ってきた、こうやってそういう感じで、上がってきた時にこう藤に出ていく、これが釣り竿が上がってきた時にここにフックがかかってて、紐でこうやって入ってきた感じ。それと5の時は打ってきたんだけど、ここにいないで自分がいい位置で打たせて、そしたらなんかできるって、そういう感じ、そういう感じなんですよ。何でもそうなんだけど、こう打ってきて、こうやって入って、それからさばいてきて、こう塩投げとか、あの打たせてそれからちょっと失敗ね打たせちゃった、それからこうやってやってもいいんだよね。で、いろいろその意識の問題だから、どういう稽古法がいいか分かんないけど、何しろまあ最初にこういうのがいいかな、こうやってフックでね、こうやって上がってきた時にこうやって吸い込まれちゃうのが線、それからどうぞって標的見せて打ってもらって、でね、打ってもらうのは嫌だなと思ってるとダメなんですよ。で、彼は打ってくれてると思ってんの。
打ってくれて、打ってくれてるのいないの。打ってくれてると思ってんの。打ってくれなかったら入っちゃったの。そういうふうに、友達なのこれ、友達。そういうふうに思ってた方がいいですよ。あの、敵だと思ってると、どうしても弾いていっちゃうから。弾いて。彼を妨害して、妨害してなんか、やろうとしちゃうから。彼は自由意志でこうやって打ってんだもん。だから全然なんていうのかな、自分の仲間ね、これで自分の稽古のために打ってくれてると、打ってくれてるって、そういうふうに思った方がいいやと思います。じゃあ少し、もう少し、じゃあ血を投げとか入れて、こういう手を追っかけないことね、追っかけないこと、こうやって追っかけないこと、追っかけないこと、追っかけないことだと思うんですよ。で、大体追っかけちゃってるから、こうやって追っかけちゃってる。で、技の形に追っかけちゃってるから、技の形とか形とかに追っかけすぎちゃって、上がってきた時に入るっていうことを忘れちゃってるからね。だからそういうことを、なんていうのかな、あんまり形に追っかけらないで、気持ちが大事で、相手ここのまま回ってくれば、荒川先生みたいになっちゃうこうなっちゃうね。こう形は後からついてくるもんだから。でもあと5分ぐらいやってみましょうか、ね、何しろこういうところ気がついてないと、いくら線の線でも、線の線でもらいましたよ、でもここでやったらこれ来ちゃうんだよね。だからここいつも線でもらってんだけど、気がついてほら四角に入ってるってこと、四角。そしてこう来て、あ、これでね、これでもうなんていうの、遅れちゃったから僕はもうできないの、5になっちゃったの。だから線をもらいたいの、線をもらって、で反撃してくんだよね。で、ゴーッと5になっちゃうのをこうやってやると 線になる、また戻るって感じ。そしてそういう感じだね。だからなんかわかんないですけど、まあ何しろ、じゃあもうあと5分ぐらい、少しみんなで結構やりましょう、いろいろ。